皆様、はじめまして。バイオリンの小池彩香です。今回はミュージック・リベラル・アーツ・バイオリンプラス90分間のコンサートにお越しくださいまして、どうもありがとうございます。ミュージック・リベラル・アーツとは、音楽を教養として学ぶという意味で、その中でクラシック音楽を敷居を下げず、しかし身近に感じられる時代を作るために、セミナーやコンサートで教育、教養につながる音楽作りを発信しております。参考までに昨年のセミナーの動画をご覧くださいませ。教養は個人にとって生涯の課題であり、教養を身につける努力は年齢や職業においても全ての人に求められるものであります。芸術に親しむことにより美意識と感性を磨くということを通じて調和の精神を磨くということを生涯にわたって重要な課題であると考え、このミュージックリベラルアーツセミナーを通して皆様が豊かになりますようつないでいきたいと思います。ということで、改めまして本日はミュージックリベラルアーツセミナーにお越しいただきましてどうもありがとうございます。今回のテーマは、音楽を学んだ先には何が見えるのかということで、音による芸術が誘う芳醇な人生の扉というテーマで進めさせていただきます。このテーマではクラシック音楽を学ぶにあたり、この先何が見えてくるのか、そしてクラシックを学ぶ準備や入門の仕方についてもお話ししていけたらと思います。後半では演奏もございますので、ぜひお楽しみにしてください。ではまずこちらが今回のプログラムになります。なので、音楽を学ぶことで感受性を高め、想像力を働かせ、精神的価値が高められる、今まさにちょうど、年号が変わりますけども、次の時代に移り変わる時になります。その際、音楽というものはとても必要になってまいります。自ら行動する術を身につけるには、音楽を学ぶということに後につながっていく形となります。リベラルアーツというものは、一般的に代表的なものがこの7つの自由な中にされております。一見この並び、かなり結びつきが悪そうだなと思ってしまうんですけども、一定のリベラルアーツの数値が自身にあれば、他のリベラルアーツと引き合わせ、そして理解につなげていくことができるということなのです。それがクラシックを学んだ先に見える答えということになります。
のコンサートの趣旨は、今までバイオリンとコラボしたことがないような楽器とどのようなアンサンブルが生まれるか、そしてその楽器ごとにまずは楽器のことを知ってから演奏曲を聴いていただきたい、そのような思いからこのコンサートを企画いたしました。ちょうど2017年に第1回目の演奏会をさせていただきました。第1回目はファゴット、そして第2回目はフルートと一緒にコンサートをさせていただきましたが、今回は私のバイオリンで始まり、オーボエ、ビオラ、コントラバス、チェロ、そして最後にはハープというとても豪華なラインナップでお届けいたします。またこのコンサートの目玉ともなるハルボルセンのパッサーカリアという曲があるのですが、本来はバイオリンとチェロ、またバイオリンとビオラで演奏する曲なのですが、それをあえて違う楽器で演奏することで、その楽器の個性や特徴を感じれる曲となっております。なのでぜひそのあたりも楽しんでいただきたいと思います。チラシの方にも日時など記載されておりますので、ぜひこのミュージックリベラルアーツを体感しにホールにお越しいただけますと嬉しいです。ではコンサートまでもう少々お待ちください。